今回は皆さんにぜひお教えしたいことがあります。家にあるものを使って簡単に、美顔と小顔にする方法があります。皆さんに準備してほしいものがあるんですが、まず普通のタオルを3枚と、あと輪ゴムを2本ですね。これをまず準備してください。まず3枚のタオルのうちの2枚を水で絞って、で1分ほどレンジでチンをして蒸しタオルを作ってあげてください。でそのまず蒸しタオルを1つは首に、そしてもう1つを顔に乗せてください。で両方とも乗せるコツは、首の方も顔の方もしっかり、密着させてあげること、これが大事です。どうしてこう顔と首を温めるのか。まず顔を温めることによって、得られることが3つあります。まず1つ目が、立ったり座ったりしていると、どうしても重力によって顔の筋肉が下に落ちてしまうので、それを熱によって引き締めて上げてあげるっていうことがまず1つ目です。で、2つ目は、蒸しタオルの熱によって顔の細胞ですね、細胞が活性化されて血行が良くなるっていうのがあります。で血行が良くなって細胞が活性化されると肌の質自体がすごく良くなるんで、保湿液のすごい吸収が良くなったりとか、あと化粧のノリが良くなるっていうのがあります。で3つ目は、あと顎をですね、顎っていうのは結構こう歪んだり緩んだりしやすくて、で知らないうちにこう顎の筋肉が緩んでくるとどうしてもこの顔が長くなってしまうっていうのがあるんで、で蒸しタオルの熱によって顎の筋肉を引き締めてあげることでこう顔が小さくなるという効果があります。で次、首を温める理由っていうの、首を温める理由は、2つありまして、で1つが首からの血液がこう顔や頭に行っているんで、その上に血行が良くなるっていうことと、あとはその顔の老廃物とかいらないものがこう下に降りていきやすくなるっていうのがまず一つですね。でもう一つはその首の歪みによってその顔に歪みが出てくるということがあるんで、首を整えることによって顔の歪みが収まる、そういう効果があります。蒸しタオルの温かさがだん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 感じなくなっていってあげたら、蒸しタオルを取ってあげてください。で蒸しタオルを取ってあげたら、すぐに体が冷えないようにタオルで拭いておいてあげてください。で、もう一度蒸しタオルをするんで、このタオルをまたレンジで1分間チンして、今度は顔と足に蒸しタオルをつけます。で、足につけるときは、指先ですね。指先につけてあげて、で、指先からこう離れないようにしっかりと輪ゴムで留めておいてあげてください。そしてもう片方の方はまた顔にします。で顔の方も、しっかり密着して蒸しタオルを乗せてあげてください。どうして足を温めるのかというと、足の指はすごく顔や頭に対応しているところがあります。親指だと頭、他の指だと目や耳、鼻などに対応していて、この部分の状態が悪いと、こう顔をいくらいい状態にしてあげてもすぐに崩れてしまったりというのがあるので、足もいい状態をしっかり作ってあげて、顔のいい状態をしっかり維持できるようにしていきます。さて、蒸しタオルもだんだんこう冷たくなってきたので、そろそろ外してみることにします。さて、どんな顔になっているのか楽しみですね。皆さんいかがでしたか？しっかり小顔になっていたでしょ？でこの方法は、小顔&美顔というふうに書きましたが、目がしんどかったりとか、頭が痛いとか、そういうふうなものにも対応できますんで、ぜひ試してみてください。